午後2時です。祝日ということもあって、アウトレットの中は買い物袋を持った多くの利用客でにぎわっています。御殿場インターからほど近い御殿場プレミアムアウトレット。敷地内におよそ290店のテナントが出店する日本最大のアウトレットモールです。旅行代金の割引やクーポン券の付与を行う全国旅行支援が始まって3週間。今日も県外から多くの人が訪れていました。何か利用されてますか？そうですね。思いっきり利用させていただきました。はい、何を？全国旅行支援。はい、クーポンも使えるので、直前なんですけど予約して、はい、来ました。全国旅行支援 の、 スタートもあって、その地域クーポンに関する問い合わせも増え、あることから一定の効果を見られているかなと思います。さらにこの3週間は気温が低下して購買意欲が高まったことも利用客の増加に追い打ちをかけたと分析しています。そして全国旅行支援と同じく進められているのが水際対策の緩和です。こちらのバスを利用しているのは海外からの団体客です。水際対策の大幅な緩和によって段階的に便数が増えているということです。このアウトレットモールではコロナ以前の2019年度売上の3割が海外からの利用客によるものでした。コロナの感染拡大の頃はもうほぼゼロという状況ではあったんですけど、徐々に海外のお客様のご利用も増えてきているっていう状況です。担当者は今回の緩和ですぐに海外からの客足が戻るとは考えていないということですが、今後のにぎわいの回復に期待を寄せていました。